よいしょ。皆さんこんばんは。47期生の三浦美里です。見えてますか？あれ見えてるかな？あれ見えてるかな？映ってない見えてるかな？見えてますか？見えてたら皆さんコメントお願いします。大丈夫そうかな？はい、大丈夫ですね。皆さん改めまして、こんばんは。今日はですね、あのビデオチャットということで、私ともう一人、はい、もう皆さんご存知だと思います。もう待ちくたびれてると思うので呼びたいと思います。みきちゃん。はい、皆さんこんばんは。47期生の小久保みきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんもう見れてると思うんですけどね、今回は2人で、47期生の WM こと三浦美里と、はい、小久保みきちゃんで、今日はライブチャットしていきたいと思います。ですね、今回ライブビデオチャットする前に初めてということで、やっぱり内容をどうしようって2人でも考えてたんですけど、あらかじめいくつかご質問をですね、 Facebook の方で、募集しました。はい、皆さんもたくさんのコメントありがとうございます。いくつかですね、はい、その中の質問を私のみきちゃんで、はい、抜粋してきたので、それを紹介して皆さんのコメントを後からまた質問コーナーみたいな感じでコメント読ませていただきますので、その後半の方にチャットの方を見たいと思うので、質問とある方は後半の方が読みやすいので、また後でよろしくお願いします。お願いします。 OK OK。 はい、みきちゃん質問の準備はいいですか？もう任せてバッチリ OK OK。 それでは、okay. はい、皆さんも注目していますので、はい、はい、質問じゃじゃーん。はい、じゃじゃん。はい、まあ、皆さんすごいコメントをいただいてですね、2人についてっていう質問が結構多かったので、2人についての質問をまずは言っていきたいと思います。はい、じゃん。はい、まあ、まずは大事なね、お互いの第一印象について。第一印象。はい、では小久保プロが言っていただいて、私の第一印象。そうですね、お互いの第一印象、はい、そうです。まず私が初めて美里ちゃんに会ったのがプロテストの時だよね。そうだね、うん、ね、プロテストの時に会って、あ、マシュマロみたいだなと思いました。それは悪口ですか？全然悪い。なんか白くてちょっと丸っとしててマシュマロっぽいなっていう風に思ってました。マシュマロみたい。じゃあ褒め言葉だと思って受け取っておきます。そうですね、はい、白くてふわふわしてて可愛いなっていう感じです。あー、まあ、うまく言ったね、今ね。はい。皆さんもね、マシュマロみたいって言って嬉しいかどうかはちょっとわからないんですけど。まあ、そんな感じでしたか、私は。はい、そんな感じ。白くてふわふわ。はい。まあ、結構、黙ってたタイプだと思うから、あんまりね、喋るタイプでもなかったし、ね、だと思うけど。じゃあ、みきちゃんのことね。メガネ。まんまじゃん、まんま。いや、何皆さんもまんまじゃない。いや、プロテストの合格の時の写真見てもらったら分かると思うんですけど、国語プロのメガネが今より数倍目立ってるんですよ。確かに確かに。白縁、皆さんもね、黒縁、はい、黒縁メガネで、ここのサイドの髪の毛をこうやって入れてこうやってかけてたんですよね。皆さん、その小久保プロ見たことある人います？はい、結構初期はね、その格好で通してたよね、はい、単発だし。そうね、そうね、ね、それでスカーフ履いてたからね、なんせ試合とか。すごい合わない。ひどいひどい、悪口ですよね、それね。本当お互い第一印象からね、だいぶ大人になって変わったんじゃないかなって思うんだけど、 ね、やっぱ成長しますね。お互いね、はい、皆さんも一緒にね、何年も
チャレンジに来てくれる方なんかはプロテスト受かった時から今の私たちって思うとだいぶ変わったねって言われることが多いので、本当大人っぽくなったと思います。本当にね、もう最初の頃何だったんだろうと思うぐらいだけどね。確かにちゃんと成長はしてるのかな。はい、はい、ちゃんと大人になってます。はい、ということで次いきます。じゃじゃん、ででん、面白エピソード。面白エピソード、これ書かれてなんか複雑よね、ちょっとお互いの面白エピソードだよね。そうね、じゃあこれ私からいこうかな。じゃあ、はい、どうぞ。皆さん小久保プロの好物はご存知ですか？知らないんじゃない？皆さんもね、ご存じない方は多いと思うんですけど、小久保プロ茎わかめが大好きなんです。やば、それ茎わかめ、それ暴露しちゃう。茎わかめ知ってますか？茎わかめね、知らない知らない人ほとんどだと思うんですけど、コリコリしてるやつです。コリコリしてるやつ、ね、噛み応えがあるやつなんですけど、小久保プロに茎わかめを買うとですね、うん、秒でなくなるんですよ。コクボプロに前コストコで買った、もうめちゃめちゃでかい茎わかめをプレゼントしてあげたんですよね。そうしたら ありがとう、もらった瞬間開けてますからね。開けてチャレンジの合間にずっと顔このままです。もう家にありません。いつまで食べてんだろうって思うんですけど、1個2個3個4個まだ食べるみたいな。永遠に食べてるね。うん、口が動いてるとき、だいたい 口には茎わかめ入ってる。そう、ね、で、歯に挟まるやつな。そう、車乗ってて何食べるのかな、茎わかめみたいな。ね、片手で茎わかめ食べながら運転してますからね、この人。おっさんみたい。だいたい茎わかめが大好きすぎて旬でなくなるのが面白いエピソードだとは思ってるんですけど、まあ、どうなんですかね、面白いのかどうかちょっとわかんないですけど。そうです ね、なかなか茎わかめを秒で食べれる人はいないと思うんで、皆さんもプレゼントはぜひ茎わかめをプレゼントしてあげてください。よろしくお願いします。まあ茎わかめ色してますかね。あ、茎わかめ色ね。そう、皆さんもね、面白いエピソードを期待してると思うんですけど、この程度ですよ。私たち2人のクオリティいつも面白いからあんまりなんか内容が濃いものが浮かばないですよね。確かに、もう私もそうだな、面白い、美里ちゃんの面白いエピソードといえば、一緒に演出、まあ、チャレンジ先だったりかな、うん、で遠征することが多々あるんですけど、ね、その時に結構美里ちゃん、まあ、常にもう気遣いなんですよ、まあ、皆さんご存知の通り気遣いなんですね。だけど、まあ、隣に座ってる時くらいもう本当気遣わなくていいよだったり、いやもう本当寝てって、絶対疲れてるからもう寝ていいよって私も言うんですよ。なのに美里ちゃん大丈夫、起きてるいいから運転してみたいな、あすいませんみたいな、もう本当もう寝ていいからね、気遣わない、寝ていいよって言った秒で寝る。いやー、もう私免許持ってないので、まあよく横に乗ってることが多いんですけど、もう車が寝心地がいいんですよね、落ち着くんですよ。もうこうちょうどいい揺れでね、なんかうとうとしてきちゃうなってなっちゃうんで、よく寝ちゃうんですけど、まあ遠征って言ってもやっぱ乗せてもらってるんで気を使うじゃないですか。で、よし、寝ない。本当早かった。もう大丈夫、寝ない、本当寝ないって言った秒で死んでたもんね、あの時。うん、気がついたら、うん、あ、なんかサービスエリアについてた。なんかサービスエリアついてよ、ね、起きてるみたいな。飛ばして。皆さん起きてた感じだ。そうそう、起きてるよってごまかしたのを覚えてます。はい、すいませんでした、寝てしまって。いや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 、もう寝る子は寝てください。よく育つ、普通に寝てください。国語プロの運転がすごく安心して眠れるんでね、
あの今後とも一緒に遠征先ね行ってもらえればと思うんで、よろしくお願いします。はい、ぜひ助手席に乗ってください。助手席ですね。助手席に乗らせていただきます。助手席。はい。はい、じゃあ次の質問いきましょう。早いね。皆さん、もうね、茎わかめ知らなかったとかね、コメントももらってるんで、質問とかは後で読ませてもらうんで、ちゃんとコメントも読んでますよ。相変わらず元気だねしか出てきません。はい。もう助手席で寝てしまう三浦プロと茎わかめを秒で消費するポポプロ、なんかもうタイトルにありそうだな。やだやだやだ。結構ね、皆さんもちょっとやだな。茎わかめ国母ミッキーってもしかしたらね名前改名してるかもしれないから。茎わかめ、まあ、確かにそうですね。まあ、ちょっと茎わかめ色な服も着てますね。茎わかめのスポンサーはこちらまで。はい、よろしくお願いします。こっち私だ。そうもう質問をねじゃんじゃん答えてね、時間も1時間あっという間なんで。そうですね、結構だってもう10分だったでしょ。もう10分、早いもうちゃちゃっと、ね、いきますよ。じゃん、はい、ちゃちゃっとお願いします。はい、プロボウラーではなかったらどんな職業をしてましたか。はい、おお、じゃあ私からいきますね。どうぞ。プロボウラーではなかったら、まあ想像つかないですけど、なんかもともと高校生の時とかすごい、まあ、K-POP が好きだったのもあって、もう歌がやっぱまあ好きだっていうのもあるんですけど、まあ、めちゃめちゃ歌が上手かったら歌手になりたかった。おお、え、歌手なの、それともアイドルなの。え、アイドルにはちょっと程遠い感じなので歌手。歌手になりたかったのね。歌手になりたかった。歌が上手ければ。でもカラオケ、まあ、よく行くんですよね、こう2人の時って合間の時間で行ったりとかするんですけど、まあ、相当歌うのすごい気持ちこもってるんで向いてると。いつかねチャレンジで、チャレンジ先で挨拶の時に1曲歌いますっていうのを期待してください。まあ、その時までや声の手を上げる時も、まあ、カラオケ行った次の日声出なくてチャレンジ行ってとかもあったからね。お互い喉は気をつけてね、はい、やっていければと思うんですけど、はい、じゃあみさおちゃんはどうですか。私はね結構ちゃんと夢あって、インテリアデザイナーになりたかったんですよ。なんか意外。なんかケーキ屋さんになりたいとかいろいろお店にこう入りたいとかあったけど、もう何になりたいって言われてインテリアデザイナーって答えてた時期がもうほんと長くて、もうなんか自分のお部屋をこうコーディネートしたりとか、ソファーのこう色を考えたりとかデザインを考えたりとかっていうのをすごいしたかったんだよね。なんか色のこう組み合わせとかを調べて本を買ってとか、カラーチャートを見て勉強してたりとかしたんだけど、まあインテリアデザイナーの人がもしいたらね、そんな甘くないって思うぐらい、まずはこう図面とかを描けなきゃいけないわけよね。図面とかで、図面を描くのにまあ計算するわけじゃない、寸法を測ったりこう何度何度って、数字がダメなんで。まあそれでちょっと夢を諦めたかな。いや、そんな、じゃあ私結構インテリとかと全然得意じゃないんで、ちょっとインテリしてもらえます。なんかしらの。そうそう、結構ね、洋服とかのセンスっていうよりはもうなんか家具のインテリアのデザインをしたかったって感じだったかな。いやでもプロボウラーにね今なって楽しんでるし、ね、すごいなってよかったって思ってるから、うん、お互い転職だったんだなって、ね、確かに。人に見られる仕事をしたかったのかな。アイドルはちょっと無理だな。誰ですかそれは。アイドルは無理だな、かっこわらって言われてる。アイドルではないよ、普通の歌手よ。アイドルもいけるから大丈夫。いける、みっちゃんって。みっちゃん、ありがとう。はい、スクショタイム。イエーイ。っていう感じでね、結構このテンションでね、はい、ずっとやってるんで、はい、コメントもありがとうございます。
あのジョイナスの時歌うの楽しみにしてるよっていう方もいらっしゃるんで、何の歌を歌いましょうかね。自己紹介の時2人でデュエットしましょうか。1曲歌ってくださいって。いやいや、2人でデュエットしましょう。2人で。いやだやだやだ、私はそういうキャラじゃないから。いやだ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 じゃないよ、一緒に歌うんだよ。あ、ほら、お、あのあいみょんとか歌いそうって、あの最近ハマってるんですよね、あいみょん、ね、いろいろ歌って、あいみょんが好きって、最近カラオケ歌った時もあいみょん歌ったもんね。そうそう、まあその曲名を伏せときますけどね。いえいえ。あれあれで、ね、じゃあ次の質問いきます。はい、行きましょう。じゃじゃん、ズバリ、まあ、あの今プロボウラーじゃなかったらっていう話してたんですけど、まあ、プライベートで結婚願望どうなんかなって、私たちね24歳になったの で、 そうです、ね、はい、まあ、後半20代後半にこうどんどん移りますけど、はい、あります、実際。いや、あります、めちゃくちゃあります、結婚願望、まあ、あるよね。いやもうなんか30歳までには結婚したい。あー、いや、まあこれはお互い結構結婚願望があるので、あの占いに行くんですよ、私と。そうね。もう占いに行って、うん、結婚の婚期はいつですかとか、うん、こう聞いた時に、まあ、何歳から何歳がいいわよって占い師の人に言われたりして、うん、それをね参考に計画、そうですね、人生計画立てられたのなとか思ってるけど、ね、何でだって行きましたもんね、占い。そう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 、占いって面白いよね、なんか面白い、ズバズバ、ズバズバ、うん、当てられるからさ、全部が全部本当かっていうと、いやまあ違うのかなって思う時もあるけど、うんうん、こう納得することがほとんどだし、うん、まあ客観的に見たらそうなのかなって考えることがあるから、うんね、注意した方がいいよとかね、怪我に気をつけてとか、そういうのは気を使ったり、私もユニフォームなんか試合の時、うん、ラッキーカラー見てからね、あ、決める。一緒一緒、ほんと一緒、結構プロボウラーの人を気にしてる人多いよね。なんか試合の会場行ってパッて見てブルーが多かったら、あ、今日あの人もラッキーカラーブルーなかった、ね、ちょっとブルーなのかな今日みたいな思っちゃう。そうそう、結構ね試合会場いろんなユニフォームのね 色の人がいるから見てるとね面白い。確かに見ちゃう、多分つい見ちゃう、あ、この人今日ピンク、あ、この人これかなとか見ちゃう、見ちゃう、見ちゃう、もう結構皆さんもね多分色気にしてる方いるんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうなんだろう、皆さん気にしてないですか、そんなに気にしないのかな、どうなんだろう、まあでも結構まあどうなんだろうな、まあでも好きなみんな色を着てチャレンジとかで、チャレンジだったり試合とかでなのかな、うん、そうね、なんか占いとかの結果によってね、その色を持つといいよとか、うんうん、赤色だと勝負上がるよとかもあるからね、うん、まあ、結構占いは皆さんね、どうでしょう、ぜひ行ってみてください。悪徳勧誘じゃないんでね、気になった方はぜひ行ってみたらいいんじゃないかな、まあ、ちょっと悩んでたりねしてた時はね、行ってみるといい、ヤフー占いもおすすめですから、ヤフー占いあれです、ヤフー、ヤフーの占い十二星座占いは結構当たるよ。じゃあちょっと見てみよう今度。見てみてください皆さんも、はい、すごい、国語プロは黄色ばっかりやん、そうですね、もう基本もう昔から黄色、私はもう常に黄色の人生です、もう隣にいるミニオンもね黄色だもんね、はい、黄色ですから、黄色、すごい黄色、金運が上がりそう、そうですね、金運、まあそうですね、金運も上げるための黄色でもあります、多分。はい、皆さん、はい、お付き合いありがとうございます。いやん、これも結構真面目なね、おすすめのワークアウト法、まあ、トレーニング法とか練習法を教えてくださいってことだったんで、まあ、はい、今は新型ねコロナウイルスの影響で皆さん自宅でね待機されている方ほとんどだと思うんですけど、自宅でできるおすすめの、まあ、トレーニング法があったら皆さんも自宅でねやってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、なんかあります？私、まあ、おすすめ、そうだな、家に、まあ、ボールとか持ち帰って、まあ、スイングの練習だったりとかも、うん、まあ、できると思うんですけど、まあ、ボールを持ちながらスクワットとか、
もう結構です。もう結構足パンパンになります。そうだね、だって約7キロでしょ、うん、7キロ持ってスクワットするの、もううってうってやるから、もうめちゃくちゃ足は鍛えられます。まあ下半身が大事だからね、うん、確かに。私もね、でも下半身って言うとね、よいしょ、あのね、今日用意した用意した、お見てください、これこの間ね、あのリナポケットさんでもこういうのでやってるんですって説明したんですけど、こんな感じになってて、バランスを取るのがここだけなのね。だから、こっちでバランスを取りながら、こうフォームの格好したりとか、あのこの上でゴムチューブやったりとかして、バランス感覚鍛えながら、体幹鍛えながらやってます。転がったりしない？こう、まあ転がるね、一回に行ったからあの怪我しないように。転がったりしない？大丈夫？ボールみたいには転がらない。そういう大丈夫あの大丈夫です、安心してください。でもやっぱこういうね、器具だったりとかボールとかね、身近なものでも結構トレーニングはできるからね、皆さんも自宅でしっかり、すぐね、あのボーリング場今お休みのところほとんどだと思うんですけど、じゃあスタートしましたって言った時にすぐ投げに行って怪我しちゃったとかね、心配なんで、しっかりこう体はボーリングできるぞっていう準備をしてから行った方が安心ですよね。確かにもうね、今のこの自粛中に、まあ、家でできることをして、トレーニングなどして、まあね、ボーリング場で投げれるときに、まあ、しっかり、まあ、しっかりではないけど、まあ、怪我しないように投げられるように鍛えて、そうね、大事。じゃあちなみにボーリング場ではどういう練習法がおすすめですか？そうですね、私は結構最近、まあ、最近っていうか、まあそうだな、最近だと、まあ、一歩の練習をよくすることが多くて、まあ、そのリリースの感覚だったり、体重移動、での体重移動だったり、その結構やっぱ左足がまあ試合中とかでもまあブレたりするので、そのまあブレないようにまあ体幹を鍛えるじゃないですけど、まあ、そういうのでひたすら一歩で投げてることは多いですね。私もね、練習法なんですかって言われたらゼロ歩っていうと思ってたの、やっぱりあのね、助走つけると体ってすごくバランスが不安定だから、まあ、一番最後のステップが大事って思うと、踏み込みの足の一歩助走だったりとか、まあ、最後のフィニッシュしてからのこう体のバランスとか、そういうのがやっぱ大事になってくるんで、まあ、おすすめの、まあ、練習法って言ったら、やっぱ助走をすぐつけずにしっかり自分の軸とかね、つかめながらやった方が、まあ、ボーリングのそのボール手投げにならずに、しっかり体を使って投げれるんじゃないかなって思います。同じ感じ、はい、っていう思います。まあ、結構ね、あの皆さんも独特な練習方法あると思うんですけど、結構最近はプロボーラーのね、 YouTube をやられてる方が練習法とかをあのおすすめの練習法って挙げてくださったりもするので、あのとにかくね、自分でこう決め込まずに、いろんな視野を広げて、こういう練習法あるんだって思ってもらえるといいじゃないかなって思って。で、まあ、いろんなものをまあ参考にしながらね、みんな取り入れていければいいんじゃないかなって思います。はい。やっぱりね、シャドーボーリング大事ですよねとか、やっぱしてますね。そうそう、シャドーボーリングもね、あの、体の体幹使ってね、やらないといけない。次、あ、じゃあこれは結構2人についての最後なんですけど、お、ボーリング投球のルーティーン、おー、やっぱルーティーンありますよね。ありますね、ありますね。じゃあ国語さん、どんなルーティーンなんですか？はい、私はボールを持つ前に、ボールを持つ前に左足をまずタオルで拭くんです。1回拭いて、でそこからまあ左右、そのまあワンボック、まあ、基本はワンボックス牽制なので、そのまあ左右見て、そのまあ自分の番になったら2回アプローチ、1回左足をアプローチに上げて2回スライドするんです。でからゴーします。おお、ダンクシェイカーさんの中継とかで国語プロの投球とかも映ってると思うんですけど、本当にルーティンしてます。あのチェックしてみてください。
この間のね、あのオールスターとかもね、うんうん、あの北小金ボールさんでやったやつとかも、あの投球動画とか出てるんですけど、ルーティーンって本当に自分の一連の流れやっぱ意識すると、うんうん、もうそのおかげで落ち着けるから、ミキ、うんうん、ちゃんもそうやって聞いたら確かにやってるもん、ずっとやってるね、そう思う。本当それをやってないと逆にも投げ急いじゃったり、うん、からまあ緊張してる時はと、まあ緊張してたり極度に緊張したりすると、まあ、屈伸とかはもう、まあ、入れたりはするぐらいかな、うん、まあ、あのルーティーンした方がねやっぱ落ち着けるっていうのはあるから、うん、あのもしね気になる方は結構自分で見つけてみたらいいんじゃないかなって。ボールを3回拭くだけでもいいしね、うん、ボールの拭き方とかも結構私は細かいから、うん、ボールは3回、3回拭いて、で見て気になるときはちょっと多めに拭くんだけど、3回拭いてタオルを置きます、うん、で左手で持ってます、うん、で左右確認します、うん、フィンガーだけ入れます、うん、で左足で立つんだけど左右見て左足から構える、うん、で肩をフッてやって投げるみたいな感じで、もうタオルを置くところも絶対チェックするもん最初に。会場そうなんだ、細かい、公開練習とかするとき、うん、してるときとかも拭いてどこら辺が自分が置きやすいのかなとか、うん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 、結構場所によってはねラックに置いちゃいけませんとか、うんうんうん、あの下の入れ物に入れてくださいっていうところもあるんですけど、うんうんうん、それをこうチェックしないと、あれタオルどこ置いたっけ、あってなることがあるから、それもやってる、結構気にして。それいいかもしれない。私よくタオル忘れること多いんですよ。あーあるある。まあタオルはね忘れてくるんだ、忘れてきちゃうんだけど忘れてきちゃうからすいませんって言って取りに行くんだけど、うん、あのタオルの置き場所も結構気にする。確かに心に置くようにしたりとか、それだけでも全然ねルーティーンになるんで、皆さんもルーティーンねあると思うんですけど、うんうんうん、みんなのルーティーンはどうなるかね、どうなんだろう、でも人それぞれですもん ね、うん、あの本当に投球の試合の動画とか、あの、うん、ライブを見てると、うん、いろんなプロのいろんなルーティーンが見えてくるので、うんうん、もしこう結構面白いと思いますね、ね、見返して、うん、そういうところも見てみる、うん、見てみると面白い、はい、ぜひ見てみてください、はい、見てみてくださいということで、まあ、2人の、はい、2人についてのコメントは終わったんですけど、はいはい、じゃあちょっと気になる国語プロへの質問をいくつか私がでいいですか？いいですよ、どんと来てください。はい、あの皆さんもね国語プロってどんな人間なのって思うと思うんですけどまああのもらった質問の中からいくつかね皆さん、はい、あの気になるところがあると思いますので、はい、いきます。はい、どうぞ。ちなみに、はい、はい、質問が来た1個目、はい、私のどこが好きですか？三浦美里のどこが好きですか？美里ちゃんのどこが好き？照れますね、これ、この質問。これはね、コメントいただいた方に感謝というか、私があの得するだけの質問です。そうですね、美里ちゃんのどこが好き？好きなところ。そうですね、美里ちゃんの好きなところというと、結構本当に、なんだろう、周り、まあ、優しいのは多分皆さんご存知だと思うんですけども、うん、すごい周りに気遣いがもうめちゃくちゃできる。そうかな。もうなんかチャレンジ先とかでもそうなんですけども、ちゃんとそのプロボーラーが、まあ私含めだったり、まあ多分違うプロだったりがいらっしゃった時に、その、まあ今日はよろしくお願いしますっていう質問、まあ手土産だったり、っていうのを、まあ、必ずやっぱ持ってくるので、まあ、そういうのはすごい、うん、まあ、好きなとこ、まあ、尊敬してる好きなとこって、まあ、好きなとこなのかはちょっと分かんないけど、まあ、すごい、うん、そこはすごい、なんだろう、尊敬する感じの好きなとこ、うん、なのかな。すごい気遣いができる美里ちゃんです。ちょっと恥ずかしくなって顔赤くなってきたわ恥ずかしくなってきた。照れろ照れろ。いや、もう皆さんもね、私の好きなところをコメントいただければね、私が喜ぶんで、ぜひコメント、はい、お待ちしてます。おー、ちゃんと気遣いわかるって書いてくださってますよ。 ありがとうございます。やっぱね、人と人とのつながりなので、はい、そういうところで会話がつながるようにですね、うん、
私も意識してたりするので、まあお客さんに対してもそうですね、うん、やっぱり、うん、あのチャレンジでは一人一、うん、人と絶対一言は喋りたいと思ってるんで、わかるわかる、喋れなかった人いるのが心残りなんですよ。だから、うん、あのボックス回って、もちろん最初の挨拶もそうですけど会話するようにね、あの多分みきちゃんもそうだと思うけどね、意識して必ずやっぱりハイタッチなりその一言は絶対喋りたい、うん、とは絶対思う。あのチャレンジでね、一緒に投げたことある方はあの挨拶とか回ってる時にね、あの何のボール投げてるんですかとかよく聞いたりすると思うんですけど、あのスタートでこんにちはだけだとやっぱ会話なんないですよね。そうね、今日のコンディションとかね、あの何気なくこう見ながら、うん、みんなどういうボール投げてるのかなって見てたりするんで、うん、あの嫌がらずにぜひチャレンジの時は会話してください。はい、はいはい、お願いします。よろしくお願いします。あのぜひチャレンジ初めての方もね大歓迎なので、はい、ぜひ この、まあ、コロナが収束した後にね落ち着いたら2人でのチャレンジ絶対あるはずなんで、はい、はいはい、お願いします。楽しみに待っててください。はい、次、はい、まあ、はい、あの私、まあ、さっき2人についてもあるんだけど、私たちの似てるところと似てないところを教えてくださいっていうことだったんだけど、似てるところないくない？ないね。なんかどっちかっていうと、うん、私たち性格が真反対というか逆というか、うん、まあ明るいっていう風に言うと、うん、まあ、人なのかもしれないけど、まあ、これでいい性格とか考え方も違うもんね。違う、全然違うし、本当に何だろう、正反対って言ったら正反対なの、正反対すぎるのかな、うん、確かに。だから ある意味刺激されて、なんか私も私自身にないことをミキちゃんから吸収しようと思うし、もうなんかそういうの刺激ないことをミサトちゃんからこう吸収するし、そうそうそう、なんか補い合ってるっていうかね。そうそうそう、だからお互いで似てるところがあるとちょっと喧嘩しやすいとか言うじゃないですか。だからなんか喧嘩しないもんね。なんかしないね。逆に似てないからしないのかもね。うん、そういうことだと思うね。まあ結構ね、皆さんあの逆に私たちに似てるところありますか？お願いします。逆にコメント書いてください、はい、似てるところ。ね、もうあの結構似てるねって言われることないと思うんだ。声のデカさは似てるらしいですよ。あ、ちょっといやいや、比べたら私の方がおしなやかですよ。はい、次の質問いきましょう。はい、わかりました。もう、ね、はい、話題ね。はい、まあこれはもう分かってると思うけど、好きなアーティストは誰ですか？はい、もうそうですね、もうずっと小学校から好きな上地雄介、と、まあ、中学から、まあ、K-POP にハマりだして FT アイランド、もうずっと言ってるね。そうね、もうこの2つは多分王道、王道かな。で、まあ、最近だとまあアイミョンだったり、そのトリプル A、 おお、トリプル A のなんか浅井慎二郎くんがちょっと最近はハマってて、おー、最近とまあトリプル A になったり、モーニング娘。も好きかな。あ、まあモーニング娘。やね、私も結構、まあ、曲が好きで聴いたりすると、車の中で爆音でね、モーニング娘。ね、皆さんも世代の方いると思うんですけど、シャボン玉とかをカラオケで2人で、ね、熱唱したりするんですよ。そうね、結構車の中で爆音ってね、そうあのくすって笑ってるところだと思うんですけど、まあ、知らない方はぜひ検索してみてください。はい、モーニング娘。のシャボン玉って曲です。シャボン玉結構激しいんでね、こんな感じですと、こんな感じ、はい、もう常にこうバンみたいな感じでね、はい、いやー、はい、トリプル A 好きな人もね、結構コメントでもトリプル A 好きっていう人もいるんでね、人気なさんですもんね。そう、すごい。でも最近、本当でも最近なの。全然今までは、うん、あ、曲こんなんなんだっていう感じだったのが、まあ、その、うん、まあ、聞くようになってっていうか、その、まあ、なんていうのかな。車の中で、まあ、聞いたのを、その、まあ、自分のとこに入れて聞くようになったら、あ、めちゃめちゃいい曲じゃん、みたいな。共感でも、すごい最近。あれだよね、ニッシーが入ってるんだよね。ニッシーが
え、そうなの？日誌、え？日誌、日誌入ってる。日誌、トリプル A って。あ、やったやった、びっくりした。日誌入ってる。よくわかる。え？あ、いる。日誌、そう、日誌のソロを聞いて、トリプル A もねたまに聞くけどいい曲多いからね、うん、びっくりした今最近ハマってるそうだ最近ほんとハマってますぜひ皆さん聞いてくださいはいじゃあ次、はい、2人でご飯に行くときどんな店に行きますか、はい、ということなんでしょうか、2人で基本イタリアンが多いかもその通りイタリアン。でもね、イタリアン。イタリアンを行ってるイメージしかないかも。うん。なんかどこ行く？イタリアン。うん、イタリアン、うん。パスタ、ピザ。パスタが好き。そう、パスタとピザが好き。うん。そうそう。パスタとピザが好きだからね、結構イタリアンに行きがちだけど。うん。ね、サーモンのカルパッチョとかね。カルパッチョとか。カルパッチョ。カルパッチョが最高。もう結構あなんか。私とみきちゃんの雑談になってるけど大丈夫かなそうねそうね皆さん聞いて楽しいですか大丈夫ですかねあのコメントちゃんと返すんでちょっと待ってくださいね、はい、皆さんちゃんと見てくださいね、うん、はいおにぎりの具は何が好き おにぎりの具は明太子とツナマヨおー明太子とツナマヨを差し入れしてくれると嬉しいってわけだはいそうですねもう 大喜びじゃない大喜びです大喜び吹きわかめ明太子明太子ツナマヨツナマヨよろしくお願いしますはいお願いしますあとお茶もくださいあお茶ね OK はいちなみにお酒は飲めますか、はい、国母プロお酒は本当に年に何回かしか飲まないしめちゃくちゃ弱いので本当に酢、うん、もうちょこっと飲んだとしても、うん、まあジュースみたいな多分皆さんまあお酒強い人からするとまあ多分ジュース的な感じのしか飲めないです。結構ねお酒まあ2人ではあんま飲まないもんね。みきちゃんが運転してくれててとか、うん、やっぱ車で来てたりするし、うん、私もあんまり飲まないからね。2人で飲むってことはないけど。飲みましょう。自粛。コロナウイルスが収束、ね、開けたらね。休止が持ちましたら。イタリアのお店で。はい美味しいお酒飲みながら、はい、つまもうかつまもうもうねあの皆さんこういう会話でもねあの、はい、楽しいって言ってくださってる方、はい、コメントいただいてるんで本当に、はい、あの164名の方あのご視聴ありがとうございます、はい、もっと皆さん見て見ていやもう見てる人は見てんだってあそうそうすいません見てる失礼しました、まあ、パスタなら何が好きとかコメント来てるけどパスタ何が好きたらこパスタたらこ明太子パスタ明太子パスタ結構たらこ海鮮が好きだもんねミッシャンねあそれ海鮮系もそうねさいまあ、たらこかシーフード系だねうーん確かにそういうのばっかり食べてる気がする、うん、私はちなみにジェノベーゼが好きだからあれカルボナーラじゃなかったっけよジェノベーゼあジェノベーゼかジェノベーゼジェノベーゼ、ちょっとニンニクのオイルパスタが好きだから、うんそうペペロンチーノとかジェノベーゼが好きです。あらじゃあ皆さんニンニクを味噌とプロにぜひたくさん。ニンニクすごい好き。でもチャレンジ先でねあの腐ってなるの嫌だからあんまり食べないようにしますよ。前日はね気をつけてるんで皆さん安心してください。はい、おすすめのイタリアンはカプリチョーザとかおすすめですよ私は。おすすめのイタリアンか。チェーン店だから、うん、サイゼリアもおすすめだけどね、イタリアン。うん、あのエスカルゴのオーブン焼きは好きです。私、あの、あれ、ポップコーンシュリンプ。ああ、つまみだね。つまみあの、皆さんもね、気軽に行けるイタリアンだったら、もう全然サイゼリアで満足だと思うんで。はい、そうですね。サイゼリアの、ポップコーンシュリンプとエスカルゴのオーブン焼き食べてみてくださいよし次はいちなみに、はいま、ストレス結構たまるタイプですかストレスそうですね溜め込むタイプ溜まるタイプ溜め込むタイプギューってなってバーンってなるやつそうバーンってなるあ発散法はカラオケ
だね、一緒とか、あと夜景を見に行く。あー、落ち着けるの。でもめちゃくちゃ、もう本当に今ドライブが結構好きなので、それで、まあ、結構そのいろんな、もう本当何時間とかをかけてその夜景、綺麗な夜景を見に行くことだったり、まあ、それができない時は、まあ、カラオケとか。結構ストレス発散法ね、皆さんもあの、はい、サンドボクシングしたりね、こう、はいろいろ、はい、あると思うけど、カラオケはいいよね。もういいわーってなれるから、大きな声でもう踊る踊るあのカラオケ行ったことない方はわからないと思うんですけど、コグプロと、もうめっちゃ騒がしいんですよ、はい、動きがずっと、いや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 っ てもう私絡み出すからね、イエーイみたいな感じ、うん、もう盛り上がってるみたいな行くーっつってやってるからね、結構騒がしいわ。はい失礼しました。じゃあね、はい、これね、最後ミキちゃんにね、はい、ゲーム中の集中力はどうやって鍛えてますか、メンタルの強さについてっていうことなんだけど、どうなの？ゲーム中、まあチャレンジとやっぱ試合ってまあちょっとまあ異なると思うんですけど、うん、まあ試合をメインで考えた時は、まあ集中力っていうのはまあ何ゲーム、そのまあ予選8ゲームだったり10ゲームだったりって時にずっと8ゲーム分集中するってことは多分なかなかきついと思うんですよ。だからもう本当に自分がそのまあゲーム中集中っていうかまあ気にしてることは、まあ、投球前に自分がやっぱすべきことの確認をもうずっと頭の中でぐるぐるさせてる。で帰ってきて、まあ、それができて、その帰ってきた時にはもうずっとひたすらもう下を向きながら、もうなんだろう、緊張しないように、まあ、常に結構緊張しいなので、緊張しないようにもう足を叩いたり、その足を動かしたりしてるかな。まあ、ゲーム中の集中力ってのはそれかな。あと、まあ、メンタルとかだと、まあ、基本私もメンタルすごい弱いので、その、まあ、その試合中とかに、この場面でのそのメンタルを、その、まあ、なんていうのかな。まあ、ここの場面の時にすごい自分がメンタル弱いなっていうふうに、その、まあ、メモしとく。メモしといて、その、まあ、それを、まあ、帰ってきた時に、まあ、どうするか。っていうのを、まあ、おさらいして、その、まあ、次の試合になった時にそれを活かしてできるようにする。ちょっと言葉が下手くそだけど、なんだろう、うん、伝わりますか。ちょっと皆さん、ちょっと私言葉が下手くそですけど、あの講義ありがとうございました皆さん、そういうことでございます。何度か聞き返すと、あのちょっと内容が理解できると思いますので、あの一度で理解しようと思わないでください。何度かこう、あの後でね、見直していただいて、何度も何度も見直して、はい、あ、こういうことだったのかって分かっていただければと思います。ノートに、メンタルはノートに書いて、ここが弱いっていうのをノートに書いて、それを次に活かせられるようにする。うん、それがもし活かせられなかったら、ね、また違うことを考える。反省して、はい、みたいな感じだね。OK。ありがとう。まあ、結構ね、皆さんは私たち二人はストレス感じなさそうとか思ったりする方もね、はい、のコメントでもいただいてるんですけど、はい、まあ、割とね、感受性豊かなんで、はい、お互い。そうですね。ちょっとね、こう試合でうまくいかなかったとかね、練習でうまくいかなかったりイライラするんですけど、はい、皆さんとね、チャレンジしてる時にはもう楽しくてしょうがないんで、ストレスを感じてる、ね。もう、そうですね。もうひたすら喋ってます。喋ってます。って感じですね。そうですね。私からも国語プロに対しての質問は終わりましたが、まあ、何点か私に対しての質問ありますか？はい、ありますよ。何でしょう？いいですか？いいですよ。頑張ってくださいね。じゃあ行きますよ。じゃあ、はい、私からじゃあ質問したいと思います。では、美里プロの思い入れのあるボールは何ですか？この間ね、紹介したんですよ。ここにあるんですけどね。おー。いよいよ。あれだ。ピュアセルっていうボールです。ピュアセルです。これね、なんでかっていうと、MK の時に、公認パーフェクトを初めて出したボールで、本当に思い入れのあるボールなんですよね。もう公認パーフェクトって本当にない何個って残る、記録に残るので、まあ、その時のボールは本当に大事にしてます。セル系のボールが好きなので、ちょっとこれは大事に、もう今試合球ではないんですけど飾らせてもらってます
あの YouTube にも多分あのパーフェクト動画ありますので皆様あそうですね、はい、見てください、ご覧ください、はい、はいはい、じゃあ2問目いきましょう。2問目、はい、プロボウラーになろうと思ったきっかけ、あの両親がボーラーで、うんまあ、あのボーリングしてたんですけど、うんまあ、高校受験の時にどうしようかな、あ、うん、ボーリングやろうかなと思ってカマリア高校に入ったのが、うんあのまあ、ボーリングをまた改めて始めるきっかけだったんですけど、うんまあ、そこであの師匠の矢野金太プロに教えてもらって、うん、あの高校2年ぐらいの時に、まあ、皆さんからの後押しというか、まあ、一緒に投げてる、うん両親もそうだし、リーグ戦投げてる方からプロボウラーにならないのって言われて、うんうんうん、やる気になったというか、なろうかなって思ったのがきっかけかな。おー、やっぱ家族がね。そうだね。初めてね。うん。OK。はい。で3問目。あと10、はい、あとそうですね。あと結構もう時間が迫ってるんでね。そう、迫ってるからね。サクサクと行きましょう。サクサクして質問コーナー行きますんでね。はい。じゃあ3問目、はい、私と旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？無人島。そう。あのサバイバル力が高そうな国語プロと無人島行ったら楽しそうだなと思って。ダメ？ダメかな？ダメ。じゃあまあ日本だったら、うん、あの旅行はね。まあ、みきちゃん夜景が好きって言ったから、まあ、どうだろうな、景色が綺麗なところ鳥取砂丘に行ってみたい。おー、砂丘登ってみたい、バーっていう砂漠を見てみたい。よし、じゃあ行こう、行きましょう、はい、行こうはい、じゃあ4問目行きましょう。4問目、はい、お、これ皆さん気になるんじゃないですか、好きな男性のタイプ、まあ、性格重視か、はい、まあ、外見重視か、まあそうですね、あの私は結構内面というか、あの話したがりなんですよ、うん、もう結構前にも言ったかもしれないんですけど、うん、相槌が打てる人がいいです。話を聞いてない時に、うん、うんってこう携帯いじられてると嫌なんですよ。だからこう喋ってる時にちゃんとこう聞いて、うんってこう相槌を打ってくれる人が好きですね。あ、結構私みたいな、ね、そうみきちゃん結構ねこうやって聞くからね、みきちゃんもね。ありがとうございます。みきちゃんがタイプです。はい、はい、ありがとうございます。次、はい、では5問目いきましょう。はい、カラオケのお箱は、お箱か、まあ何かな、最初にパッて歌うのは、うん、ルージュの伝言。ルルージュ、魔女の宅急便。魔女の宅急便。ルージュの伝言。伝言？伝言？伝言。もう絶対皆さんも分かってる。絶対あの見てください。すみません、私曲知らないすぎ。そう、ルージュの伝言が好きです。好きというか歌います。もうあの万人受けというか、同世代でも、あ、魔女の宅急便ってなるし。あの年上の方でもやっぱ有名なので、うん、聞いてる方ほとんどなので、まあ、結構それが歌うかな。お、じゃあそれがお箱ということで。お箱です。お、はいはい、じゃあそれにちなんで最近よく聞く音楽。あー、よく聞く音楽ね、ね、考えてなかった。あのこの前言ったなんかジャスティン・ビーバーを最近聞く。なんか曲名も英語だし分かんないけど、たまに和訳をこう読んで、あ、こういう内容なんだって聞くけど、最近はジャスティン・ビーバーを聞くかな。確かにお店で私もなんか聞くことがその多くて、なんかジャスピン、ジャスピンだってジャスティン・ビーバー聞くことが多くて、あ、この曲いい曲だなと思って、私も1曲だけ落としました。そう、あのね、なんかふとね流れてる時ジャスティン・ビーバーの曲が流れてたりとかするから、まあ、あーって聞いたりはするね。うん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 、じゃあ最近はジャスティン・ビーバーで、はい、はい、皆さんチェックしてくださいね、ジャスティン・ビーバーですよ。はい、はい、じゃあ次、休日の過ごし方。
休日の過ごし方、はい、最近はあの動物の森を買ったのでずっと動物の森してます。皆さんお年じゃないですか。動物の森は動物の森ね、あの結構いろんな方も持ってると思うんですけど、もう本当に飽きないんで、あの本当に楽しいですそれやってる。そうなんだ。動物の森、私やったこと、あ、 DS 時代にしかやったことないかも。ああ、いや、もう買ってください。あ、わかりました、わかりました、すいません。そうですね、はい、じゃあ最後の問題。はい、ボウリング以外での得意なこと。得意なこと、ボウリング、卓球。おお、あ、卓球でしたっけ。確か、そう、中学校卓球部だったから、あの区大会優勝してるんですよ。すごい。1年生の時に区大会優勝して、うん、市で8位だったの。すごい。で、結構ね、こうバックハンドのね、こういうサーブが得意でね、うん、あのサーブでね、結構点決めてました。おー、ちょっと私もちょっと卓球やったりするんで、ちょっと今度やりましょう。脇空きそうだけどね、あの、うん、試合ない時に、ね、卓球やろうか。ちゃんと勝負しよう。おー、ちょっと勝負しましょう。じゃあ私もサーブはちょっと得意っていうか、サーブはうまいから、サーブだけは上手い、サーブだけ。もう1回で終わらないようにね、お互いね、こう、そうね、終わり、ラリーができるようにしないようにしようね。はい、わかりました。はい、そうね、みさとちゃんに対する質問は、以上になります。はい、ということで、たくさんのご質問ありがとうございました、はい、ありがとうございました。拾えなかった方もいらっしゃると思うんですけど、また質問コーナーもね、別でやろうと思うんで、はい、あのコメント返しの方をしていきたいと思います。はい、していきましょう。の皆さんはね、結構あの、はい、もう会話に沿ってね、コメントしていただいてるんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今おすすめのボールはとか来てますけど、国防プロ、私は最近、まあ、この間もあのリナポケットさんであのお話ししたんですけども、もうまあ、自粛前に開けたので、ジエンペラーゴールド。あー、金色のやつ。そうです、金色の。もうめちゃくちゃ扱いやすくて。あー、確かに。あれ結構投げてたね。この間のチャレンジでも投げてたもんね。感じよさそう。めちゃくちゃ良かったです。もう扱いやすく、もうとにかく扱いやすいっていうのが一番ですね。うん、じゃあ結構プロアマ ABS さんから出てるね、プロアマブランド、結構色味がねすごく目立つから、うん、皆さんも気になると思うんですけど、まあ、動き的には扱いやすいって感じだね。扱いやすい、そう、扱いやすいです。なんでぜひ中間ぐらいのボール、下目、そうですね、中間なのかな、中間ぐらいだと思う。結構やっぱり、あの手前はシャーってやっぱ走ったりはするので、中間ぐらい、上目ではないですね、ほんと中間。結構扱いやすかったらね、表面加工とかでも場所が変えられそうだね、ぜひおすすめなので皆さんも、はい、お願い、買ってみてください。あの、はい、結構コメントをいただいてますけど、あ、ミサトプロ、いい歯並びの秘訣はとか聞ける。歯並びは親の手ですね。親の遺伝です。生まれたことから。はい、親の遺伝です。はい。ジョイナスで勝負してほしいです。あ、そっか。ジョイナスボールさん、卓球台あるもんね。あ、ある。お、じゃあ今度ちょっと卓球動画撮りますか。じゃあ、あの、ぜひ一緒に勝負して。じゃあその動画、見たいのかな、大丈夫かな。まあ、あのクイズしようか。じゃあ、卓球してどっちが勝ったでしょうかってクイズしよう。そうね、そうしましょう。そうしましょう。あの、じゃあ、近いうちに、あの、チャレンジでね、ジョイナスボールさんをお伺いしたときに、卓球やらせてもらいます。はい、はい、ぜひ、お待ちしてます。使用料ね、ちゃんと払いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、550円になります、30分。お願いします。まあ、2人のトーナメント優勝が見たいっていうコメントもいただいてますけれども。はい。あの大会がね、今延期なので、もうどこまでね試合があるのかないのかっていうのがまだスケジュールの方ではっきりしてないし、まあコロナウイルスの影響がどこまでね続くのかっていうのも不安なんですけど、まあ大会が再開した暁にははい、いかがですか、いつ優勝しますか。そうですね、もう本当に
多分優勝ってなった時は、まあ、その時のね、なんかまあ、なんていうのかな、まあ、その時の、運ではないと思いますけど、うん、なんだ、難しいですね。いつっていうのは難しいですね、でも結構。いつは難しい。うん、まあ結構ね、その一試合一試合をね、もう本当全力で。ね、多分プロボウラーの誰もがこの試合で優勝したいと思ってね出てると思うんですけど、まあ、あの私たち2位止まりなのでね、そうですね、出馬というのを、はい、あの自分でね、あの全部自分のこう反省を生かして次の試合、はい、次の試合って頑張っていけますので、はい、優勝した際には ね、あの、はい、お祝いのコメントいただけるように頑張ります。はい、頑張ります、頑張ります。次、おお、はい、クリスタルフィジックス予約しました。お、結構ね、あのいいボールが、皆さんもね自粛中にボーリング場がお休みなところがほとんどなんですけど、インターネットの方でね、あのボールを注文されてる方がいたり、もう開けたらすぐ投げれるようにね準備されてる方もいるので、もうぜひ皆さんももう今自粛だからなってダラダラせずにね、ボーリングのこと考えてもらえると嬉しいなって思います。もうチェックチェックで。はい、あー、もうあと4分だよ。あと4分しかないよ。嘘、早い。結構ね、皆さんも、はい、これで終わりっていう感じじゃなくてね、あの、はい、またビデオチャットをする予定ですので、はいはい、仕事的にもね、仕事やってる方とかは時間的にも結構遅いので、うん、帰ってきてから見る方もいらっしゃったりとか、うん、まあ、22時ということなんで、次の日に見ても、うん、ログに残りますので、うん、見返していただけることもできます。うんうんうん、ぜひ皆さんもね、今後、また、うん、今回、題名がないんですよ、私たち。そうですね。題名がないんです。今回、名前なしでビデオチャットしかないんですけど、まあ、そろそろね。そうですね。ちょっとね。はい、まあ、ラッシーカーさんの方でね、ライブとかも出させていただいたんですけど、まあ、やっと2人でビデオチャットできるようになりましたので、はいはい、名前を考えてね、次ぐらいに発表できたらなって、はいはい、そうですね。まあ、考えて、はい、おきます。頑張ります。まあ、皆さんもね、需要があるかないか、どういう内容でしようかっていうのも、まだね、悩んでるので、うん、今回は初めてだから、うん、まあ、質問をこう先にいただいて、そういうこと話そうかって打ち合わせはしたんですけど、まあどうなんだろうな、次からはね何しようかね、うん、そうね、まあ今後ね、どう何をしてほしいっていうのだなどね、まあコメントいただければ私たちも、まあそれに、まあできるできないはねあるかもしれないんですけども、まあ、それ見ながら、うん、合わせてなんかやっていきたいなって思いますので、今後とも皆さん、ぜひ、注目していただいて、はい、はい。お願いします。はい。いろいろなね、ビデオチャットも時間帯によってはね、はい、リナポケットさんだったり、ユキリナだったりとか、平和島スターボールさんの3人のチャンネルがあったりとか、いろんなチャンネルあるんですけど、まあ、いっぱい見るのもね、大変だと思うので、空いた時間に、ぜひ、見ていただけたらと思います。はい。はい、思います。もう、2人とも体に気をつけてって、皆さんね、心配していただいてるので、はい、はい、本当にですね、まだまだコロナウイルスの影響がですね、はい、止まらずに、はい、はい、いつね、明日は我が身じゃないですけど、しっかり自分で予防していただいて、うん、ボール場がね、再開した時に、もう元気な姿でみんなで投げれたらなと思うので、うん、自分の予防をしっかりしていただいて、そうですね。見てね、外出をしたい。うがいも、しっかり。アルコール消毒もしっかりして、はい、次会うための準備を自宅でしていただければと思います。はい、はい、ということで残り1分です。皆さんのたくさんのチャットね、はいはい、こちらの見てます。で、私たちも見終わってから、これをやり終わってから多分自分たちのを見るので、その自分たち見ながら ね、はい、チャットを見ながら楽しみたいと思います、はい、本当にたくさんのコメントありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、コメント返せなかった方も、はい、また次回もありますので、はい、その時にお楽しみにしていただいて、はいはい、私たち SNS、Facebook、Twitter、Instagram やってますので、はい、やってます、そちらの方で、はい、コメントしていただけると嬉しいです。今日の感想もお待ちしてます。お待ちしてます。
それではお時間となりましたので今日は終わりにします。はい、みきちゃんもありがとね。はい、みほちゃんありがとう。またね。またね。バイバイ。バイバイ。皆さんもおやすみなさい。じゃあねー。